コネじゃない。なあ、アマンダ様は特別参加の立ち会い人に過ぎない。彼女が本格的に参加したら、同時にダンジョンコアルームで生成される魔石の回収、並びに道中で遭遇した魔獣も駆逐してもらう。まあ6層まであるダンジョンだ。簡単にはいかないと思っていてくれ。では早速出発しよう。昨日ガルスに聞いたんだが、マスター不在のダンジョンはコアを操作して魔獣や鉱石なんかを生み出せるらしい。利益を生み出すから他国に狙われることもあるらしい。な、なあ、兄貴、やっと着いた。明日早くダンジョンに入ることにする。おのおの食事と寝具は準備してあるな。次に俺たち紺碧の守り手、それから竜の方向、樹海の目の順で頼む。何、コネで D ランクになったガキに見張りができんのか。証明してみろや。おいおい、やっぱりかよ。そんな大層な剣背負ってるくせにビビってんのかよ。それは聞き捨てならない。軽く揉んでやれ。お手並み拝見だな。つうか誰も止めないんだな。クラッドの兄貴、現実を教えてやってくれ。おうよ、俺の中のドラゴンが。おう、一応魔獣が来ても分かるように風と土の魔術結界を張っておこう。大樹の音よ、大地の知らせをこの身に伝え、響かせたまえ。ウィンドゾーン、アースゾーン、見張りの仕事。はあ、構えろや。賢者槍のリーチは覆せねえ。恥知らずのガキに思い知らせてやるぜ。ダブルスピア、上機パワースイング。